こんにちは。今日は韓国の人気トースト、インジョルミトーストを作って食べる動画にしたいと思います。今回用意した材料がこちらです。じゃん、1枚切りの食パン4枚、きな粉、お餅2つとバター、アーモンドスライス、蜂蜜を用意しました。それでは早速作っていきたいと思います。まずはバターを溶かして食パンをこんがり焼きます。お好みでアーモンドスライスも空炒りしていきます。食パンを焼いている間にお餅にお水をつけて1分から1分半レンジで温めます。温めている間にいい色になってきました。一回取り出して、あっちゅー、またバターを敷きます。バターを敷く、バターを敷くかな。反対を焼いていきます。あー、もうこれだけで美味しそう。次にお餅を食パンぐらいの大きさに伸ばしてきな粉をまぶします。この時、きな粉をいっぱいつけた方が美味しいみたいです。まあ、後からかけるんだけどね。こんな感じでお餅を伸ばします。アーモンドが色づいてきたので取り出します。溶けちゃうかな。香ばしくていい匂い。パンも両面焼けたので取り出していきます。これで準備 OK です。それでは盛り付けていきたいと思います。まずパン。次にお餅。その時、使ったきな粉も一緒にかけます。たっぷりかけます。次は蜂蜜をかけます。わー、美味しそう。次、アーモンドスライスを乗せます。次にまたパンを重ねます。そしてまたきな粉、蜂蜜、アーモンドスライス。はい、これで完成です。もう一つは上にアイスとあんこを乗せて作ります。これで2つとも完成です。では早速食べていきたいと思います。いただきます。最初ノーマルの方から。すいません、ちょっとフォークが刺さりにくくて手で食べます。おいしい。きな粉と蜂蜜とお餅の相性はすごくいいんですけど、最初バターで食パン焼いてるからそのしょっぱさも加わって最高に美味しいです。うわ、めちゃくちゃ美味しい。このナッツの香ばしさもいいですね。きな粉多すぎかなって思ったんですけど、もっとかけてもいいぐらいです。きな粉の量多くてむせるかもと思ったんですけど、いっぱいにした方が美味しいです。食パンとお餅とアーモンドの3つの食感が楽しめていいですね。うわー、こんな美味しいんだ。めちゃくちゃ甘そうに見えるけど、バターの塩気が本当に美味しい。最近まで想像もつかなかったけど、パンとお餅って合いますね。これは絶対に美味しいやつ。刺さった、大丈夫だ。美味しすぎる。これは皆さん、1個目は普通ので楽しんで、2個目はアイスと小豆やった方がいいです。超美味しいです。アイスが溶けてトロトロな部分が加わって、それがまた美味しいです。うわー、超美味しい。なんだこりゃ。韓国は美味しい食べ物がいっぱいあるんですね。あったかい冷たいのスイーツは美味しいんですよ。超美味しい、本当に美味しい。もはや牛乳まで美味しい。今回私は8枚切りのパンでやったんですけど、6枚切りのパンでももちろん大丈夫です。あとお餅の量を増やしてもいいかもしれません。本当に美味しい。なんで今まで知らなかったんだろう、この食べ方。ごちそうさまでした。インジョルミトースト、すっごく美味しかったです。まだ食べたことない方は簡単にできるので、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。またね。Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。ザ・まぜそば、ニンニクがすごい強い。
太麺ですごいもちもちしてます。魚粉もいい感じで美味しい。ご飯食べたくなる。あっという間になくなっちゃった。